じゃーん、みなさんこんにちは、こうやみです。ね、見てこれあのね、こちらね、セリアさんの商品になるのですが、カラージェルネイルのマグネットをここ見てそう。ここね、MAGNET マグネットカラージェルネイル、ついにね、手に入れたんですよ。もうね、このカラージェルネイルをねいや、カラーマグネットジェルネイルを手に入れるためにセリアさんにね、何回通ったかな。うん、とは言ってもまあちょっと家からね、セリアさんまで距離があるので、うん、3、4回くらい通ってようやく手に入れることができました。でね、本来ねこちらね、もう一色あるんだよねしかもさ、もう一色あるのがね、なんかスペースシルバー、そう、すごい、すごいねこう、私の心をくすぐるお色だったみたいなのですが、残念ながらね、この2つしか手に入れることができませんでした。ちなみにね、このね、ローズピンクもあと1つか2つで売り切れだったかな。で、こっちのね、ミルクブラウンは結構、うん、結構ね、残っていました。タイミングかね。うん、で、うん、あれはなかった。あのね、なんかね、あれ、あれよこちら、これね、セリアのオーロラパウダーなのですが、このオーロラパウダーと同じシリーズでね、マグネットパウダーというものが出たらしいのですが、うん、私がね、このさ、マグネットジェルを手に入れた時に、そう、ついでにね、マグネットパウダーも行っていないかなというか、むしろね、そっちがね、メインで、こう、ワクワクとね、見に行ったらね、売ってなかったね。なんかね、ユニコーンパウダーはあった。うん、逆に言うと、オーロラパウダーも、ミラーパウダーも売り切れていました。大人気だね、セリアさんのこのパウダーシリーズ。で、うん。今回はこちらを使って、あ、かわいいね。このローズピンク、どんな色だろうね。あ、楽しみ。でね、これね、このパッケージがくっついているのですが、そう、全くね、試し塗りとかもしていない状態なんです。で、今回はマグネットジェルを使う時の3つの注意点を、うん、解説しながら、とね、1、2、3、4、5、うん、5種類くらい、うん、マグネットの使い方を解説していきます。ここに HEMA フリーって書いてありますね。多分これなんかアレルゲンなのかな。うん、おう結構シール残るね、これ。あれあれあれ、いつもセリアさんのこのシール、そんなに剥がすのに苦労した記憶はないのだけれどもあれあれあれ、結構糊が残るね。見て、ここね、ここのついていた糊がごっそりこっちに残っています。アギャーアギャー、よし。あ、そっか、これここにさらに何、フィルムっていうの、もう一段階包装がしてあるみたいですね。うん、だから、うん、今までこのシールを剥がすときに手間だったことがなかったんだね。うん、久々だな、セリアさんのこのカラージェルネイルを購入するの。よいしょ。なんかさ、セリアさんね、今まで販売していたカラージェルネイルもなんかさ、パッケージ変わったよね。そう、なんかこれね、ここのさ
このマグネットジェルちゃんはね、この持ち手がね、金のマット仕様なんですよ。そうね。こうやって並べると一目瞭然だよね。で、そう、なんかさ、前はね、こんな感じで、爪がね、ここに、ドーンと置いてあるパッケージだったのが、このスタイリッシュなね、こんな感じのパッケージにね、変更になったみたい。そう、なんか、まだね、この旧パッケージのものも残っていたのですが、随時、うん、こっちのパッケージに変わっていくのかな。なんかさ、同じ商品でもさ、パッケージ変わるとね、雰囲気変わってね、ちょっとテンション上がるね。よいしょ。剥がれない。これさ、剥いてるときさ、この点線がね、丁寧に入っているじゃないですか、点点点点って。この点線通りにさ、剥けなくない？よいしょ。いつも点線を守らずに、ビリッと破いています。あー、楽しみー。使うのが。でね。これからね、このね、マグネットのカラージェルを使っていきたいのですが、まずこのね、使う前にやっておくべきこと。うん。一つ目の注意点が、とね、このボトル、よく、シャッフルしておきます。なんかね、マグネットのパウダーがあるんだけどね。うん。これはね、カラージェルとマグネットのパウダーが混ざり合ったジェルなのですが、あのね、なんかね、時間とともにね、このパウダーがね、下の方に落っこちてきてしまうらしいんです。なので、こうやって混ぜてあげないと、うん。マグネットのパウダーがない、ただのカラージェルネイルになってしまいます。よいしょ。うーわ、綺麗。なんか、今何気なく、なんで開けたんだろう何気なくなんか開封しちゃったけど、すごい綺麗よ。そう、こうやってね、一生懸命筆で今混ぜているのですが、こうやって混ぜたり、あとね、こんな感じで、ボトルをコロ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 ってしてあげると混ざってくれます。でね、このカラージェルもね、結構、うん、それなりに、こう、水みたいにサラサラしていなくて、それなりに硬さがあるので、少しね、うん、しばらくこうやって、くるくるしてあげないと、うまく混ざることができません。で、そう。少しね、カラージェルに重さがある、うん、だよね。だから、こう、さっきから高速で回していますが、ゆっくり回してあげた方が、綺麗に混ざり合うね。あー、楽しみだな、使うの。ねえ、このさ、スペースシルバーシルバーちゃんも早く手に入れたいなぁ。あと何よりね、マグネットパウダー。そう、これのね、白飛びしているのですが、このマグネットバージョン欲しいよね。あ、どこに売ってるの？私ね、去年このね、マグネットにね、すっごいハマって、あんまりね、動画にはしなかったのですが、そう、裏でね、かなりハマっていて、そう、お正月くらいになんか、うん、このマグネット出ないかな、出ないかなって言っていたのですが、出たね。そう、100円ショップでね、マグネットのさ、ジェル出して、くれないかなとぼやいていたら、
ああ、出してくれたよ。嬉しい。ついでに、あれも出してくれないかな、セリアさん。あれをね、なんだっけ、シェイカーに使うフィルム。そう。セリアさんはいろいろね、こうね、かゆいところに手が届くというか。いろんな商品を展開してくださってありがたいよね。だってさ、これがね、一つ100円で手に入るのよ。やっば。しかもさ、セリアさんのね、カラージェルは、こう、未硬化ジェルっていうの？固めた後にね、ベタっとした感じがね、いや、あるな。このね、カラージェルレイユ系は結構未硬化ジェル残るよね、普通に。残らないのあれだね、ノンワイプだね。そう、ノンワイプはね、すごいね、ベタつきもなく、綺麗に。そう、綺麗にね、固まってくれるの、綺麗に固まってくれるのは感動よ。よし。こんなんでいいかな？よし。マグネットカラージェルを使うときの注意点一つ目が、使う前によくカラージェルを混ぜる。うん。よーし、では。まずは、この2色の色見本を作っていこうと思います。よいしょ。まずは土台を用意して、この土台の上に、これもね、セリアさんの商品なのですが、シリコンモールド、ぷっくりシェイプ。このね、ぷっくりシェイプのまん丸のね、このモールドを使って作った、よいしょ、レジンを用意しておいたので、こちらをね、そうだ、ぷっくりの面を下に向けて貼り付けます。よし。で、この、裏面はね、そう、平らなんですよ。このね、平らな面に、それぞれカラージェルを塗っていきます。そう、でね、マグネットジェルは、二つ一気にね、塗りつけると、失敗する予感しかしないので、一つずつ作っていこうと思います。まずは、どうしよう。こっちちょっと後の楽しみに撮っておきたいので、まずは、ミルクブラウン。うん。ミルクブラウンから塗っていきます。ちょっとカメラ近づけまーす。よこしょ。あー、どんな風になるんだろうね。よし。あー。なんかね、こう、今はマグネットをしていない状態なのですが、マグネットをしていない状態だと、パール感があるね。そう、なんかパールの、今すごい声ひっくり返ったね。パールのカラージェルネイル。うん、に近いかな。よし。うん、こんな感じ。ハケ跡が結構残るね。よし。ハケ跡はなくしたいね。少し、ジェルの量を増やして、ハケ跡を、よいしょ、ごまかしていきます。なかなかごまかせない、このハケ跡。もういっそさ、このハケ跡を生かす。
いいか、こんな感じで。まずは1回目の効果をします。そう、なんかね、一度塗りだとやや透けそうなので、二度塗りしていきたいなぁと思っております。そのため、一度塗りの時はね、うん、マグネットでこのね、マグネットパウダーを動かさずに固めてきます。てかさ、私ね、そう、このさ、マグネットカラージェルがあることに大興奮して、あんまりね、売り場を確認せずにね、そう、買い物を終えてしまったのですが、セリアさんさ、このさ、ネイル用のマグネットも売っていらっしゃったのかな？ちょっとチェックできなかった。このね、そう、このね、これはネイル用のね、こう、ここにネイルタウンって書いてあるのですが、そう、ネイル用のね、この磁石なのですが、別にね、ネイル用の磁石でなくても、セリアさんにさ、強力マグネットって売っているじゃないですか。この何？銀色の状態で。銀色の状態でって言って伝わるかな？このね、こんな感じのさ、ね、もう一回りくらい大きいのもあるよね。このマグネットで代用することもできます。よし。で、そしたら、よーし。このね、マグネットちゃんを動かしていくのですが、よいしょ。あ、てかさ、こうさ、ひっくり返してね、裏面を表側にしようかなーと思っていたのですが、一層目がね、透けちゃうから、ちょっとこの方法だとダメだったかな？裏面をね、表にするためには。まあ、うん。裏面を、表にしようかな。ちょっとね、作ってみないことにはどんな感じになるのかわからないので。よし。で、よいしょ。よし、塗ることができたら、うん、ちょっとお水飲もう。あ、水ない、ちょっと入れてくる。ふぅ。そう。なんか、すごい普通に、風邪をひいてしまって。もうさ、今ね、7月なんですが、7月って夏なんかさ、夏風邪をひくのは、こう、おバカちゃんだって言うじゃないですか。今は夏？もしかして、夏に風邪ひいちゃった？おバカ証明をしてしまったかしら。よしってね。うん。まずは、何も考えずに磁石を近づけて、どんな感じで磁石が動くのか見ていきたいと思います。見えるかな？よいしょ。じゃ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 ーん。見えた？え、全然見えないけど。え？なんかやり方悪かったかな？わかった。動きが遅いだけだ。ちょっとせっかちさんになっちゃった。そうそう。あのね、マグネットはね、このマグネットジェルの中に、ん？ジェルの中に入っているマグネット、ちょっとね、うん、物によるのだけれども、動きがね、ゆっくりなんです。あー、見て見て見て！そう、動きがゆっくりなので、こう、気長にね、少し、磁石を当ててあげないと、先ほどの私のようになります。あ、めっちゃ綺麗だね。あ、すっご。では、固めてきまーす。よし。あのね、一度固めてしまうと、もうね、マグネットを近づけても、動くことはありません。そう、逆に言うとね、固めるまでは磁石動いてしまうのでね、
磁力のあるものが周りにないことを確認して、うんそう、固めるまでは、うん、動いちゃうことがあるので気をつけなければなりません。で、こっちにはね、ついにね、このお楽しみのローズピンクバラのピンクを塗っていきます。バラのピンクっていうのかな、バラの桃ね、日本語に訳すならそうだよね。あー、なんかさ、うん、リップにありそうな色ちょっとなんかヌーディーな大人のお色。あー、いい感じヌーディーはちょっと違うかなでもなんかさ、すごい大人のお色だよね。お、さっきのブラウンより、うん、色づきが薄い、どうだろうそれでは固めてきます。よし、固めることができたのでもう一層塗って、うん、同じ感じで磁石を当てていきます。この後ね、あの磁石によってこんな動き方するよーというところまで、うん、やっていくので、よければご参考にしてください。あのね、でもね、あのね、別にさ、こんなやり方を見なくてもね、こういろんな方向からね、磁石当てて自分のね好きな、こうね、この模様を探していくのも楽しいですでも、うんこの後の動画も見てくれると嬉しいなな何秒くらい当てればいいかな。あ、出てきたねもうちょっと当ててみます。あ、なんかブラウンより発色が緩やかというか、穏やかというか、うん、こんな感じかな。で、なんか怪しいぞなんかちょっとね、あのマグネットがうまく反応していないのではないかなと思った時はね、そう、あのマグネットを使う時の注意点二つ目が、あのね、マグネットがうまく動かなかったとき、よいしょ、このね、先ほどのね、あの、ローズピンクのハケちゃんを用意してあげて、このハケでね、そっと撫でてあげると、うん、もう一回ね、マグネットを作ることができます。あのね、こうやって、さっきみたいに、いいやと、1,2,3,4,5、こんな感じでね、こうマグネット模様を作ってもね、なんかちょっと気に入らないな、こっちからも当ててみようかなーってやってよいしょ、1,2,3,4,5あれ、なんかマグネットがさっきより薄くなっているってなった時に、そう、ハケでこんな感じでやってあげると、先ほどのね、きらめきが戻ってきます。うん、なんて言えばいいんだろう、注意点二つ目は、何回もマグネットを当ててはいけない。うん、当てるのは基本一回にした方が綺麗に発色します。でね、もし、失敗してしまったという場合は、今やったようにね、このハケで優しく撫でてあげれば、リセットすることができます。うん、こっちのミルクブラウンと同じ模様を作って固めます。1,2,3,4,5よし、うん、5秒くらい当てれば十分模様が浮き出てくるね。固
めてきます。よし、固めることができました。あ、なんかさ、そう、さっきさ、こっちのローズピンクの方が色が薄いかなと思ったのですが、色と薄、ん？色が薄いというか、このね、マグネットの輝きがね、うん、薄いような気がしたのですが、こうやって比べてみると、そんなことないね。同じくらい綺麗に輝いています。で、ね、問題はこれ、裏から見たときどうなるんだろうね。多分ね、こう、2層で今回作ったので、一層目の、うん。一層目の感じがそのまま残っています。よっこいしょ。うん。あ、でもさ、どっちの色も綺麗だね。あ、綺麗。うん、こっちにしても綺麗。このさ、動かすとさ、このね、マグネットが追いかけてくる。この輝きがね、追いかけてくるんですよ。これがね、もうね、大好きで。そう、マグネットすごい楽しいですよ。よし、ではね、マグネットの遊び方をいくつかご紹介していきます。よし。ね、2層で作ったら、こうね、裏返した時に1層目の模様がね、うん、このね、このせっかくのさ、マグネットが入らなかったので、今回は1層で仕上げていこうと思います。で、うん、よいしょ。こっちのピンクローズ、ん？ローズピンクか。ローズピンクを使って、うん、模様の作り方をご紹介していきます。よーし。まず、一つ目の、模様。うん、なんかね、一層で、うん、仕上げる場合は、かなりたっぷりジェルを塗ってあげないと、薄付きになりそうです。よいしょ。よし、こんな感じでいいかな。そう、これ。ローズピンクを塗りました。で、よし。このね、磁石ちゃんで、よし。こう、横から当てて、ヒュッと、気持ちヒュッとします。横から近づけて、ヒュッと。横から近づけて、ヒュッと。これをね、一周ぐるっと回るまで続けます。でこの時にね、ジェルからある程度、このね、マグネットの距離を置いているのですが、1センチくらいかな？ 1 センチくらいから、このレジンからね、マグネットの距離を開けています。で、あんまりね、こう、せかせかしてしまうと、マグネットが動いてくれないので、ゆっくり、ゆっくりと言いつつ、さっきからね、少しね、早いね。最後にね、こんな感じで、横から、マグネット、動かしてあげました。で、そしたらね、じゃーん、こんな感じで、中心がね、こう何？キラキラしているマグネットちゃんができます。
ちょっとさ、宇宙っぽいよね。ギャラクシー。では、固めてきまーす。じゃーん、固めることができましたー。うん、いい感じでギャラクシーだね。あのさ、あれも良かったね。そう、さっき言っていなかったのですが、はじめにね、マグネットジェルを塗るときに少しね、くるくるーっと円を描くように塗ったんです。うん、それもいい感じで作用しているかな。そう、本当はね、こう、何？均一に塗ろうと思ったんだけれども、なんか塗り方がね、私の塗り方が悪いのかもしれないのですが、結構ね、波形跡が残るね。よし。で、この子ね、ひっくり返すとどんな感じになるかな？マグネット、いる？裏側にも。あー、そっか。ひっくり返すと裏側にはマグネットが現れない感じなんだね。よいしょ。まあ、いっか。これはこれで。かわいいしね。こっち側をね、こっち側をね、表として使えばいいよね。よいしょ。で、次のデザインもいこうか。また先ほどと同じように土台をセットしまして、この上に、マグネットちゃんを塗っていきます。なんかさ、うん。私はね、このね、曲面にね、塗るのが苦手なので、裏面にしていますが、このさ、こっちのぷっくりしてる方に塗っても、うん、そこまでね、何？横から見た時に、カーブがないので、そう。こっちのぷっくりしている面にカラージェル塗っても大丈夫かも。やってみよっか。ちょっとね、この、ね。この、縁うまく塗れるかなと心配で塗っていなかったのですが。よこしょ。よし。塗ることができたら、今度はね、上から磁石を斜めに持って、そっと近づけていきます。そっとね、そーっと近づけていきます。で、こんな感じで、うん、半分くらい、レジンが今ね、この上半分くらい隠れていますよね。こんな感じで上半分隠れたら、ここでピタッと止まって、そしたら磁石を離します。うん。わかるかな？このね、上だけマグネットになりました。かわいいね。ちょこっとマグネット。そしたら固めてきます。なんかマグネットの量が違かったかな。すごい色が違く見えるね。よし。で、次。まず、マグネットジェルを塗って、よし。でね、今度は、またね、うん。
斜めに構えた磁石を右上から当てます。よし、で磁石が集まったら今度はね反対方向から同じように磁石を斜めにして当てます。そしたら見て天の川のような、うん、マグネットが、うん、模様模様っていうのこれ、模様ができました。で固めることができましたらねねよし、これにもマグネットジェルを塗りましてですねあー楽しい。そう、ただねこのマグネットジェルは1回に塗る量をね多めにしてあげないと、うんこんな感じになってしまうので、うん、消費量が激しいかもね。で、うん、塗ることがめっちゃハケの跡がついているけれども、うん、塗ることができたら、よし。あのね、この磁石ね、実はね、この上とね、下にもね、磁石がついておりまして、このね、丸い磁石を使いまして、よいしょ。この丸い磁石を、でん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 と、こう、右側から当てていきます。見えるかな？このふわーっと広がっている感じが。見てー、お月様が登場しました。うわー、これがねー、そう、このね模様が私は一番好きでは固めてきます。じゃーん、5つのデザインを作ることができました。うん、これはね、色見本の時に作ったものなのですが、こうね、まっすぐに線が入ったもの。で、これは、周りをぐるっとね、回して、そう、宇宙のような模様。で、これは、このね、端っこにだけ、磁石を集めて、うん、ちっちゃい磁石。で、これが、あのね、このさ、はじめのはね、結構しっかり線が入っているではないですか。この線がぼやっとね、そう、あのね、これすごい綺麗なのよ。天の川のように綺麗な模様。で、こちら、うん、これがね、私のお気に入りなのですが、お月様の模様。うん、今回は5種類の模様をご紹介しました。はぁ、もう一つの模様も早く手に入れたいね。あ、ちなみにさ、これがね、このぷっくりの表面に塗ったものなのですが、ぷっくりの表面に塗っても問題ないね。でね、あ、そう、まだこれで終わりじゃないんだ。もう一つね、お伝えしたいことがありまして、朝食パレットを用意いたしまして、ここに透明のレジン液を出します。で、この透明のレジン液を何色でもいいので着色してください。うん、今回私はシアンを使って着色します。そう、なんかさ、この間ね、このシアンの着色料、蓋を閉めずに放置したらね、ちょっとね、調子が悪くなっちゃったんだよね。こう、具体的にね、どう調子が悪いのかというと、こう、何？粘っこい粘っこい着色料が出るようになってしまってね。え、皆さん、この蓋の閉め忘れにはお気をつけください。本当にでですね、
このどれでもいいのですが、これにしようか。このね、ここに上からね、上から上にこのね、透明感の強い水色ちゃんを乗せてあげます。ちゃんとした土台の上でやるべきだった。よいしょ、よし。でね、もう見てわかるよね、こんな感じでね、あの透明感の強いカラーレジン液を乗せると、なんとなんと色を変えることができます。ねえ、すごくない？こうね、ね、ほら、私さ、今回ね、手に入れられなかった色もあったし、そもそもさ、ブルー系のマグネットジェルは、ないのかな？なんかパウダーはあるみたいなのですが、なんかジェルはまだね、出てないみたいなので、ブルー系のマグネットジェルが、欲しい方。あとね、他の色ももちろんできますし、カラーをね、こんな感じで変えることができます。これが、マグネットジェルの三つ目の注意点。注意点ではないかな？使い方かな？三つ目の使い方になります。ちょっと固めてきまーす。見て。固めることができたんだけどね。ほら。ね。ブルーだよね。ほら、見て見て見て。たださ、あのね、カラーレジン液をのせただけなのに、こんなに印象を変えることができます。この方法、すごいおすすめなので。ね。お好みのカラーがなかったという方も、ぜひこのさ、カラージェルネイル、マグネットを手に入れて、で、あなたの好きな色をね、こう、ね、いろいろ重ねて、あなた好みのマグネットジェルを作ってあげてください。